販売していたミニバンである。日本国外での市場では、初代は、プレマシーの名称で販売されていたが、二代目以降は、マズダー5の名称で販売される。また、二代目ベースの車両が、台湾、福徳6話で、フォードアイマックスとして発売されていた。香港では、フォードブランドで販売されたイクシオンについても述べる。ファミリアをベースにした5ナンバーサイズの、 コンパクトミニバンとして発売される。プラットフォームは、マツダ CP プラットフォームが採用されていた。乗車定員は5人乗りと7人乗りで、鉱石ドアには前ヒンジ式のドアを採用する。3列目シートは、着脱式で、3列目シートの装備をなくしたものが5人乗りモデルとして、販売された。エンジンは、排気量 1800cc のガソリンエンジンを搭載。 トランスミッションは、全車4速コラムシフト AT。パーキングブレーキは、足踏み式で、駆動方式は FF、または 4WD になる。2002年頃まで、フォード店向けに、フォードイクシオンとして、OEM 供給していた。コンセプトは6ワン、6ンアクセラのプラットフォームを流用し、全幅が広くなり、従来の5ナンバーサイズからアクセラと同じように2台目からは、 3ナンバーサイズになった。搭載されるエンジンは、従来から大型化され、2.0リットルと2.3リットルの MZR エンジンとし、トランスミッションは、スポーツモード内蔵インパネシフト4速、AT、パーキングブレーキは、MPV と同じレバー式となった。ヨーロッパ使用者は、MT やディーゼルエンジンもラインナップされる。環境性能が向上され、全車、 平成17年基準排出ガス75%低減レベル認定を取得するとともに2.0リットルのに w d 社は平成22年度燃費基準プラス5%を達成した。鉱石ドアには両側スライドドアが採用される。2列目の中央座席は収納が可能となっている。ラインナップは20階20 C 20 S、20C、20S。 23S の4グレード構成。RX-8 同様水素ロータリーエンジンを搭載。エンジンは発電機に徹し、実際の動力源はモーターが担うシリーズ式ハイブリッド機構を採用。また、使用燃料をガソリンに切り替えることもできた。最高出力は1 1 0ット。3列目の座席があった部分に水素タンクを設置しているため乗車定員は5人。 2009年3月5日に国土交通大臣の認定を取得し3月29日に完成車メーカーとしては世界で初めてリース販売を開始第1号車は同年5月26日に岩谷産業に納車されたモーターショー等でのコンセプトカーに採用された流れ造形を量産車では初めて本格採用躍動感と エレガントな雰囲気を兼ね備えるデザインとなった。CD10.30 の優れた空力性能があり、高速走行時での燃費性能や静寂性を向上した。20S と 20E の 2WD 車には、アイドリングストップ機構、アイストップを搭載し、燃費を向上。安全性能も強化されており、ブレーキオーバーライドシステムを全車標準装備すると、もに、 20S と 20E の 2WD 車には DSC も装備された。シートの肉厚さを向上させ、乗り心地の向上を図った。ただし、アクセサリーのナビゲーションに関しては3代目では廃止となり、ショップオプションのみの対応となった。また、日本国内でのマツダ車は従来、バックドアの左側に、マツダロゴのエンブレム、右側に、 社名ロゴのエンブレムが装着されていたが、3代目、プレマシーに関しては、マ、ま、ずダロゴのエンブレムがなくなり、2代目までは右側に、あった、プレマシーロゴのエンブレムが左側に変更されている。なお、フロントガラスとサイドドアのガラスは、先代からの流用である。英語で、史上、思考を意味する、スプレマシーを語源とする。ちなみに、OEM 社である、 ラフェスタハイウェイスターでは、同義のスペイン語から由来した、スプレモというグレード名が存在する。プレマシーのフォードブランド版として1999年5月に登場。なお、台湾のみ2代目プレマシーベースのフォード車が、アイマックスとして販売されていた。自主エンジン、なお、この3代目プレマシーを皮切りに、CX-5、フレアワゴン、フレア、アテンザ、 キャロール、アクセラ、フレアクロスオーバー、デミオ、CX-3、スクラムバン、スクラムワゴンも同様に、まずダロゴエンブレムを装着していない。オーディオパネルの変更は、20S にも適用。GD 型系カペラに、セレーブルというグレード名が存在していた。ただし、スペルはプレマシーでは、セレブルなのに対して、カペラでは、チェレブレだった。ありがとうございます。